大森カジオのいつもつながっているよ渡良瀬トーク。あ、今日は賑やかにスタートしましたね、はい、ちょっと狭いですね。はい、すいません。椅子が傾いてます。傾いてません、傾いてません。大丈夫です。はい、傾いてません。はい、先生またまた。はい、こんにちは。こんにちは。また参加していただきまして、今日は3人で、はい、そうですね、栗本さんと片桐さんと私、はい、3人出るのは第1回目みたいですね。そうですかね、はい、もう1回ありませんでした、どっかで。なかなか珍しい。珍しいということですね、はい、第1回目。まあ、今日、はい、まあ、させていただいたというか、はい、先生がちょっとまた先生にご質問がありまして、はい、まあ、なんか9月もですね、もう、あの下旬に入り、夏は終わろうとしてるんですが、はい、先生、まあ、以前にあの発電所のクラゲ、はい、クラゲがですね、再稼働するときにクラゲがね、はい、取水口にずっと集まって、水が取り入れがなくなってしまって、まあ、発電がこうあまりできなかった、フル稼働できなかったんですよね。あの時先生、やっぱりクラゲはやはり、クラゲはクラゲ神様がクラゲを使って、まあ、間違ったことをしてるよっていうことを人間たちに教えてくださったっていうことがありましたね。そうですね、で、ちょっと前の記事になるんですけど、はい、そして今度はですね、関西の舞鶴の発電所なんですけど、ムール貝、ムール貝、おいしそう。いや、おいしそうじゃなくて、おいしそう、パレリア、また取水口に張り付いて、発電がなかなかできない状態になってるってあったんですけど、クラゲに引き続きまたムール貝、これやっぱり神様の教えなんですかね。こんなね、広い海、何もそこに来なくていいわけですよね。あのちっちゃなとこですからね。そうですよね、本当にごく一部の場所に来るって、これはもう偶然ではないんですね。神の使いっていうとちょっと言い方がオーバーかもしれませんが、そのムール貝をそこに、集結させることによって人間たちへ警告をくださっている、与えてくださっているという意味があるということなんです。やっぱりそうなんですよね、はい、いやでも先生、8月が終わってですね、電力需要って8月が一番ピークとなってますけど、統計によりますと、別に原発いらなかったっていう結果になったんですが、そうですよね。まあこれはなんか本当に内情を知ってらっしゃる方は皆さんおっしゃってました。別に原発はなくても電力は十分足りてると、いろいろな操作がされていて原発は必要だというふうに私たちは聞かされているということをね、おっしゃってましたので、今年の夏また原発反対型のデモがですね、増えてらっしゃるんで、やっぱりもうだんだん人間の意識って変わってきてるんですかね。そうですよね、行動に移そうという方が増えてきてくださってると言いますか、やはり自分たちが動かなきゃもうどうにもならないんじゃないかということが分かってきてらっしゃる方が増えてきてると言いますか、政治家の皆さんにお任せしておいてもなかなかことが進まず、今までちょっと皆さんもんもんとしたものを抱えておられたことが今、じゃあ自分たちにも何かできることがあるんではないかということで、結構ネット上の呼びかけであったりそういうことで今は行動に起こしておられる方、しかも若い方々が結構まだ小さな、お子さんを連れてらっしゃる方とか、そういう方たちが自分たちの思いを行動に起こしておられるということで、これは間違ってるものは間違ってるというふうに言わなくてはいけないというのはよくこれは神様おっしゃられることですので、間違ったことをしているわけですから、ですからこのように行動に起こして訴えておられるというのは正しいことをしてらっしゃるなというのをふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、先生、今日は放送30回目です。あ、そうですね、早いですね、早いですね、30回目ですね。はい、第1回目からね、ご一緒させていただいて、はい、ありがとうございます。第1回目の方
放送を見てみますか。第1回目ですか。はい、ちょっと恥ずかしいですね。どうぞ。はい、じゃらららら。大森和代のいつもつながっているよ、渡良瀬トーク。皆様こんにちは。この時間は岐阜県生まれスピリチュアルカウンセラーとして活躍されている大森和代さんの心温まるメッセージをお送りする番組です。大森先生こんにちは。はい、こんにちは。いよいよ始まりましたね。本当ですね。はい、ちょっとなんか片桐さんが硬い気がするんですけれども。そうなんです、はい、すごく緊張してまして、はい、それで私今日入った時不思議なことがあったんですけど、はい、ちょっと先生にご相談をいいでしょうか。いきなり相談ですか。 OK です。そうですか、はい、すごく肩が重くてすごくどんよりは昨日ぐらいから続いてたんですけど、それで打ち合わせで先生とお話をさせていただいたじゃないですか、はい、先ほど、そうですね。そしたら、はい、急に背中がスーッとなったんです。楽ですか。はい、あ、よかった。なんか背中がスーッと気持ちよくなってきまして。なんですかあれは。まあね、お会いしてすぐそんな話すると思ったんですけれども、入ってこられた時にですね、ちょっとこんな話いきなりいいんでしょうか。片桐さんの後ろにですね、背後に行って、男性のね、ゴレさんがついてらっしゃったんですね。でもそんなこといきなり、あ、片桐さん男性いますよなんて言ったらおかしいと思われるので黙ってたんですけれども、お話しさせていただいてる間に、その方がスッて離れてどっか出てっちゃわれたんですよ。そうですか。でそれで、その方がいたので重かっただけであって、別にそれは四十肩でも何でもないですので、五十肩ですか、あら、ごめんなさい、四十肩でも何でもないですので、大丈夫ですよ。そうだったんですか。そういうね、目に見えないことが原因で、そういう肩こりとかもね、なる場合があるんです。それをきっと今日から、こうして私とですね、一緒にラジオをやっていただくということで、片桐さんは体験させられた、ということだと思います、そういう目に見えない世界もあるんだよということを、きっと体験させていただけたんだなって私思いましたので。そうです、もう初めての体験でした。そうですか。あ、はい、そう、よかったです、はい、それで先生すごくもう本当にお話も上手でお優しくて、もう本当に尊敬をしてるんですけども。 ありがとうございます。このラジオを今日ですね、今日から始められる、そのラジオを始められるきっかけとなったのはどんなことだったんですか。このラジオ番組をっていうきっかけ自体は、実は先生いかがでしたか。なんか懐かしくて、もうねあの頃から、はい、でも先生あまりお変わりになってないですね。そうですか、若返ったと思うんですけど。ね、私もこの先生とこの番組とともに成長していけたなと思うんですけど、ちょっとは成長していったでしょうか。ねえ、どうですか皆さん。はい、もちろんですよ。まあ、ちょっと痩せたかと思うんですけどね。ちょっと痩せたかな、栗本さんですか。変わってないですね。ご苦労があります。ご苦労が、ご苦労が、あ、そうですか。でも先生、この番組も回を重ねるごとに進化をしてますね。そうですね、本当にこれがテレビ番組だったらいいなと思うんですけど、それぐらい皆さんとね、こうしてつながってられることもとっても嬉しく思ってますし、そして今まだちょっと最初の方しか進んでないんですが、ちょっとね、やはり、お耳の不自由な方からのご要望も多かったので、日本語の字幕をね、つけさせていただいております。それプラス、やはり海外で見てくださってる方や、日本にお見えになられて日本語がよくわからない方もお見えで、英語字幕をね、つけさせていただいてます。頑張って作業をしてるんですけど、まだちょっと全部ではないんです。最初の方だけなんですけれども、はい。でこれは海外ね、もちろんね、海外でも見れますもんね。見れます。で結構 5% ぐらいの方が、アメリカの方が見てくださってるとかね、前はい、
ちょうど統計が出ますんですけど、はい、まあ、もちろん日本が一番多いんですが、はい、世界地図で見ますと、まず中国の方、あ、はい、もちろんアメリカの方、はい、ちょっと数字は少ないんですけど、東南アジアとかですね、はい、そういった方も見てらっしゃる、 あそこから見てらっしゃるっていうのが分かりますのでですね、まあ、ですから皆さんこのスタッフの方々がですね、はい、こうやって英語版に翻訳されて、非常に難しい翻訳になると思うんですけど、はい、少しでも伝わるようにって感じで努力されてますし、はい、あと私どもちょっと岐阜弁で喋ってますけど、まあ、そういった方も標準語にね、標準語にですね、日本語に直していただいて、直していただいて、ですから本当にこのね、ほんわかったした番組がですね、はい、英語とですね、あと日本語字幕がついて広がると、とっても嬉しいことですね、はい、本当ですね、はい、でやはり最初始めます時も内容よりもこのブログからはパワーが出てるからということをね、うん、ご掲示いただきましてね、始めさせていただいたんですけれども、何か内容面でもね、これからも皆さんの何か皆さんのこう役に立つと言いますか、皆様に聞いていただいてためになるような内容をまたこれからもそういう内容で進めさせていただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、渡良瀬の本なんですけれども、はい、まだ渡良瀬の一冊目の本だけ、ブルーのね、渡良瀬最初に出した本ですけど、はい、そちらは間もなく英語版と中国語版が完成するんですよ。本もそういう進行本も、はい、英語版中国語版を出すようにというご啓示をいただきまして、これも、はい、神様からの啓示でしたので、ちょっと大変でしたけれども、はい、英語版中国語版まもなく出させていただきます。はい、のでまたとりあえずは、国内での販売ということになりますので、はいはい、日本国内でやはり英語しかわからない方であったり、中国語の方がわかりやすいとか、そういう皆さんにまず読んでいただけたらと思います。とか英語圏や中国語圏にお住まいのお知り合いの方にぜひまたプレゼントしていただいたりとかしたら嬉しいなと思います。先生の本がニューヨークの本屋に、はい、本当ですね、嬉しいわ。また北京の本屋に並ぶ北京のね、上海とか、はい、ロサンゼルスとか、本当ロスからも応援してくださってる方とかいらっしゃいまして、前以前 CD のこの BGM、 渡良瀬トークの BGM の CD の、プレゼント、あの時に、うん、なんと海外からも、どちらからもらったんですか？その方はドイツからもプレゼントの応募をしてきてくださった方がいらっしゃいましたので、はい、はい、やっぱり世界とつながってるなってことで、とっても嬉しくなります。じゃあ講演会も、はい、ぜひまたニューヨーク大会も、うん、ニューヨークで講演会とかですか、はい、ねえ、楽しみですね。はい、皆さん一緒に行きましょう。ツアー組んで、はい。それでは講演会のご案内です。はい、9月30日の日曜日、静岡煙鉄ホールです。10月14日の日曜日、大阪毎日新聞オーバルホールです。10月の21日の日曜日、金沢の金沢都ホテルです。はい、静岡、大阪、金沢の皆さん、またお会いするの楽しみにしてます、はい、また大阪では姉さんとか言われるんでしょうか。また楽しみです。はい、大阪今回買い物されるんですか？いやそうですね、私結構大阪でお買い物することが多いんですよ。なんか大阪ってお買い物しやすいと言いますか、はい、なかなか地元にいるとき逆に時間がなくてお買い物とか行けないんですね。名古屋とかの方が近くていいんですけど、名古屋までなかなか行けなくて、大阪行くとお買い物も楽しみの一つです。じゃあ行きつけのお店があるんですか？行きつけってことじゃないんですけど、はい、この番組をまた30回超えてですね、先生の衣装を30着見せていただいて、大阪でまた、いやいや、それみんな大阪で買ったわけじゃなくて、かなり古いものを引っ張り出して来てますので、20代の頃着てたやつとか、はい、来てますので、続くたびに衣装がいるわけですからね。ですね、大阪でまた新しい衣装楽しみにしてます。あと古いの取っといてよかった。
はい、では皆さん、また来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.